前回のあらすじ。初の中京競馬場で初の G1 観戦。歴史的な大荒れ。ということで惨敗。悔しかったのでステーキを食べていきます。なんということでしょう。ものすごく美味しそうです。今回はヒレの 100g にしました。ちょっと少なめですが、また後で何か食べようかなと思っています。筋もなくてものすごく柔らかかった。好みでね、焼き加減にできるのすごいいいなと思っています。あとソースもたくさんあるのでこのお店大好き。好みのサイズにカットして私は箸でいただきます。いただきます。美味しかったのでパクパク食べれました。今回の高松の宮記念2910肉10ということでステーキにしました。美味しかった、ごちそうさま。再び飲みに出かけます。今日はこちらにします。はい、いやー、勝利の美酒にしたかったですが、まあしょうがないですよね。このお店の自慢は鶏皮串と餃子らしいので頼みました。すっごく美味しかった。いやー、初めての中京競馬場、なんかグルメとかもたくさんあったしすごい楽しかったね。入場規制はあったもののの、それでも人はすごく多かったな。みんなで拍手したり応援したりがすごく楽しかったです。会場で一つになってる感覚でした。いや、テレビ越しとはまるで違う。そして一番感動したのはやはり走る馬の姿。とても凛々しく、とてもかっこよかったです。まあ今度はね、炎天下のもとお酒飲みながら観戦したいかも。次はね、他の競馬場も行きたいなと思っています。そして地方競馬場も気になっています。ここいいよっておすすめのところあったら教えてください。美味しかった。疲れていたのかもう酔ってしまった。しんすけさん、美味しかった。餃子が特にジューシーですごい美味しかったです。もうほろ酔いなので、あとはホテルに帰って寝ます。いやー、当たらなかったな今日。さて、起きるとしましょう。しゃ、まぶしい。いや、ちょっとまぶしすぎますね。まあ、いい天気なのはいいことだ。さあ、今日は念入りにメイクをしようと思います。昨日ね、すっごい早い時間に寝たので、もう肌の調子がすこぶるいいです。嬉しい。なんかすごい体勢してるね。いやー、朝日のおかげでだいぶ目が覚めました。もうこれ以上明るくなくていいよっていうレベル。
ホテルを出る前はね、部屋を一応きれいにしておくタイプです。タオル類は一つのところにまとめたり、あとゴミとかもまとめておくといいらしいです。自分も気持ちいいし、従業員の方も気持ちがいいと嬉しいじゃん。さて、今日も一日頑張りましょう。気を引き締めて行ってまいります。また旅行に行きたいな。それでは元気よく行ってきます。ここまで見てくれてありがとうございました。必ずまた旅行に行こうと思います。